ーク後半ですが、まだまだ雪がある神楽スキー場で優勝です。日本全国のスキースノボ好きの皆様、こんにちは。内神楽チャンネルです。まさかの八方尾根や中山峠が営業終了、波乱のゴールデンウィーク後半の幕開けですが、ここ神楽スキー場は元気いっぱい。田代エリアもなんとまだ営業中です。本日はゴールデンウィーク中まだ滑走可能なコースと、まだ営業している他のスキー場を紹介。このチャンネルを登録しておけば、ゴールデンウィーク後半の雪山情報もバッチリです。どうぞ最後までご覧になってください。さて、現在ご覧いただいているのが、神楽の田代アリエスカコースです。正直なところ、ゴールデンウィーク後半の田代エリアは完全にクローズかと思っていましたが、神楽魂によりまだ圧雪で滑れる状態、めちゃ頑張ってくれた運営さんに感謝。予想通りバンクドスラロームを潰して、ちゃんと圧雪コースが確保されてます。ライブ圧雪範囲は狭まりましたが、田代をファーストトラックで優勝でした。この時期にこんな圧雪滑れるところある、これ以上のゲレンデがあれば教えて。本日はゴールデンウィーク後半初日というのに、田代の駐車場は6割ほどの埋まり具合、三ツ俣は7割ほどで、どちらも空いてた。ゴールデンウィーク前半よりもむしろ空いてるよ。田代エリアはまだ全面滑れますが、一部のコースは連絡用コースでした。アリエスカコース一部細いところあるけど、このままゴールデンウィーク後半最終日まで滑れそう。というわけで、神楽スキー場大勝利、引き続き他のコース状況もお届けです。この後は神楽エリアへ向かいます。チャンネルはそのままで。田代エリアは第2ペアリフトは連絡用という扱いでしたが、他コース滑れます。田代第1高速までは連絡路ですが、そこから先はちゃんと圧雪されており、流案も巻かれてるから、移動距離の割にそれなりに板も走る路面状況でした。田代湖コースもこんな感じで幅は十分、朝一は固めの圧雪でいい感じでした。そんな感じで田代ファーストトラック3コースくらい食いながら神楽側へ。田代第6ペアリフトを目指してますが、こちらのコースも朝一は最高でした。三ツ俣エリアは滑ることできないので、田代から行った方が圧雪楽しめます。ゴールデンウィーク後半は神楽スキー場すべて入れたら、滑走エリアが日本一広いスキー場かも。こんなに広大なエリアが滑れるのは神楽だけ、白馬行ってる場合じゃない。続いて第6ペアリフトを乗り継ぎ、カモシカコース経由で神楽エリアへ。ここでゴールデンウィーク後半も滑ることができる、まだ営業中の関東圏スキー場をご紹介。まずは我らが新潟県から3カ所、神楽、奥只見、ロッテ新井です。奥只見と神楽の雪の量は同じくらい、ロッテ新井は全7リフトだけ遊べる。圧雪が滑りたいなら奥只見もいいけど、内神楽的には圧雪は田代が一押し。日本一レベルの積雪量の新井もゴールデンウィークとともに終了です。続いて群馬県は2カ所、丸沼と丹原です。人工降雪機ゴリゴリのスキー場は強い、神楽のコブで疲弊するより良さそう。そういえば金星峠も開通したので、日光経由で丸沼に行くこともできます。
続いて第8ペアリフトを乗り継ぎ、神楽エリアに向かうつもりでしたが、連絡路がファーストトラックなので、美味しくいただくことにしました。ご覧の通りコースのところどころでは、剥げてるところもありますが、圧雪してます。むしろ春になると第8を回す人もいて、実は穴場の圧雪コースになってました。ということで、神楽から田代エリア、行くときに使うコースはまだ生きてます。この後はいよいよ神楽エリアの状況。さて、神楽第一高速まで来ましたが、田代同好会の皆は登山へ行きました。森の中からお見送りして、神楽メインゲレンデを滑ります。ゴロマーランドの営業は終わったけど、一高の上からまだ登山は可能です。森の中はまだ雪があるので、神楽ヶ峰までシール登板できそうです。さて、神楽メインエリアですが、パノラマとジャイアントは営業終了。今滑ることができるのは、神楽メインとテクニカルのみです。三つ又エリアはまだ行きだけ滑れます。神楽魂でゴンドララインは生きてます。神楽から三つ又へ向かうゴンドラコースもまだ滑走可能ですが、リュウアンは巻いてるけどストップ行き気味、ゴンドラ下山でも良いと思いますよ。そこから先はキャリーサービスなのでゲレンデ登山することになります。さて、神楽メインの様子見ながらゴールデンウィーク後半まだ滑れるゲレンデの続きです。長野県はなんと8カ所営業中です。やっぱり残った志賀高原は、焼火台、中央、奥志賀、熊の湯、横手山、ただしどこも1コース程度の営業です。志賀高原の中でも横手山は例外で、まだ複数のコースを楽しめる状態です。続いて野沢温泉と白馬エリアでは菅池、五竜、47。野沢温泉は北斜面の山頂だけ滑走可能、白馬も山頂エリアしか滑れない状態。今年は雪不足により例年よりもかなり少ないラインナップです。どこもハイシーズンと比べると厳しく、個別に調べてから向かってくださいね。この後はリメイクされた神楽パーク。さて、少しだけサイズダウンした神楽パークのキッカーですが、6メートルキッカーとしてリメイクされて、逆に技がかけやすくなってました。2つ目のキッカーはなくなったけど、空いていればポコジャン行っても OK。 ジブの方はこんな感じです。右端はドンキーレールになってました。まだまだ神楽パークは絶好調です。遊び足りない人はぜひ遊びに来てね。最後にテクニカルコースの状況です。ご覧の通り土パウで下まで滑れません。テクニカルの上の方は雪あるけど、残念ながらスクール専用でした。だいぶモーグルコブラインも死んでしまったようです。ということで、第一ロマンスリフトからテクニカルの状況をお伝えしました。コブラインはかなり地面が出てるので、滑りたい人がいたら十分お気をつけて。というわけで、神楽の最新状況とまだ滑れるスキー場の紹介でした。まさかゴールデンウィーク後半まで田代やっているとは。最後に神楽魂で頑張って営業中です。ゴールデンウィーク後半の4連休はどうやって過ごす。他のスキー場に行ってる場合じゃない。神楽スキー場で優勝間違いなしです。志賀高原も横手山はまだ良いですが、他のエリアはかなり厳しい状態なので、十分に調べてからどこで滑るか決めて、せっかくの4連休、雪も少ないので無理して滑る必要もないかもですが、
完走したい人はラスト楽しんでください。このチャンネルを登録しておけば神楽のゲレンデ状況が丸わかり。もし少しでも情報お役立ちでしたら応援いただけると嬉しい限りです。以上、神楽スキー場から中継でした。次回はいよいよセミファイナルの予定。